きファセットクラッシュ事故出てる。マジで950kmだった。フリーアホだ。フリーアホさ。あとエグザイルブラックホールが 22,000 伸びて 948k だった。ここのところ最近だと本当最高に調子いいね。どうだろう、ちょっとなんかブレがあるんだよな今の調子。あーバカ。まあいいや。まあ、速度26でねやれてほしいんだよな。見えないや、27だと。あでも26にすると途端に1曲目が下手になるから、それも嫌なんだよ、うん、結局あれだと大きいでしか変えられないんだよ。ね、最初の、ね、30秒くらい、30秒もダメだから多分10秒くらいしか変えられない。すごい足つない方してる。なんでつながってんの、おかしくね。なんか青色といっぱいかかった気がするんだけど、まあつながりゃいいよな。ちょっと低い。まあいっか。ここ9じゃ調子いいんだよな。97.8。何曲？ 4 曲だっけ。4曲。11,000ノーツ。で、1曲あたり2,800ノーツくらい。あー、しかも2分ちょいくらいの曲だよ。そう、3分の曲はないか。あー、いや、1曲だけあるわ。最初のチャンバリジングが多分3分ぐらいあるかな。エグさんです。エグさん？はい。エグさんも俺と同じなんで、今俺も自分の爪削ってんの。あ、削ってきてる。爪の表面がさ、なんか槍でこうやって刻んできたりする。削ってる。ちょっと低いな、96.4 か。今あった、なんだっけ、オスマニアのね、謎の 大人気やってる。さっきの。すごいお仕事したんだよ、夕方。1曲目の調子は正直悪い。マジ疲れるからやめて。すげえ。オスマニアやってるからぶつけるバスだとか、なんか隠れてきてる。嫌がらせだよ。
ブルーさんあるあるバナナエッグやる。はぁ、しゃー挽回した。グライロジック。挽回した。できるわけない。ペース 0.3% 負けだったのが 0.1% 負けだった。グライドを買わないでよかったんですけどね。買えたんだけど何買えたの？アストラ？アストラに買えたの？いや、ちょこちょこ言ってた、ちょこちょこ取ってたけど、まあレイドはあっちでいいですから、はい、割と指で殺すのやつも十分だ。うん、うん、いいんじゃない？割と初期からそれなりに強いですね、あれ。うん。50点いったらな、あれな。うん。割と揃えた、あれは。ガチの相性が悪いんだよな。大効果。ああ、やばい。そうだ。ここだけだ。さあ、何勝来るぞ。割と狙える圏内だよね。このクラフト以来だな。ストライクガスでさ、ゴミすぎねえバナナ。あ？やった。いや今さ、クラフト以来ってやったやつさ、めちゃくちゃゴミ。あの消費的にね。消費的に。彼との考えられるよ。GP は思いつきよ。ああ。どうするか大事だな、大丈夫。挽回した。 0.1 を勝ってる。あとはスタミナとの勝負ですか、完全に。さっきからね、たまにね、3秒ぐらい固まっとったんだよな。それで死ぬからな、マジで。ほんとこの人行くんだよ。いや、何もしてない。寝てんの？だって30分でパンを置いてるの？おい、言いたいね。誰だよ。
ナンバーの